石山の稲葉城、ゲットとかマリンスポーツ、ゆっくりです。ちょっマジ？危ない危ない危ない、キノピ大丈夫か、大丈夫、溺れとる溺れとる、待ってるもん。本日はここは福島の なんと今日は二次会道場コンペ、参加者の小島くんが飛び入り参加、無理やり強制です。すごいね。よいしょ、ちょっといいですか。よいしょ、お願いします。なあ、もうお腹いっぱいですか。手が限界、はい、手が限界。ミオのお猿は嫌です、嫌です。なんでゆっくりです。波でなっちゃった。危ない危ない、見えちゃってる見えちゃってる。こっちがいい。え、この方、小島さんの。わおわおわお。誰が乗ってた。あ、キノピやっとる。すごい。ゆたかさんも行っちゃう。嫌だ、本当に嫌だ、本当に嫌だ、本当に嫌だ。すごい、めっちゃ決めてるけど、顔めっちゃ決めてる。やばい、スピード強の人がやるから危ない。行けないもん、もう。危ない。わあ！わあ！
ちゃ思いっきりバーンって行ってたもん。ジェットも取りに行かんとやばいんですよ。なんで曲がれるんだ。いやブレーキ取り取る。大丈夫か。あのジェットが大丈夫けど、ヒロシさんなんか溺れてないやつ。落ち込むここでも取れ高になるで、せっかくですか。キラビ大丈夫か。大丈夫、溺れとるキラビ溺れとる。いける、戻れる。うん、大丈夫か。船そっちは大丈夫か。乗ろうか、あれ乗って戻っていこう。いや、ちょそっち寄るわ。あべ、お前が近寄りすぎなんだよ。お前が近寄りすぎで水どんどんかかったら止めたんだわ。危ねえよ、お前。ゆたかさんの力マッチョの力を見せとる。マッチョが水入ったらやばい。これ便所だぞ。やばい、これはごめんねって。これはやばい。だって黄色いやつついちゃってるもん。本当やな、本気で通りや。おしまいがいかんやな、あれ一番最初に通り過ぎて右横でバシャバシャかけたんで危ねえわって横行ったんだ俺。急に止まるもんで。バカ野郎、避けられなかった。足痛いわ。どこに当たった。ドバーン当たった。ふくらはぎが下手くそ。もうなんか取れたか最強の取れたかめっちゃ違うので、それ放送できんだろ。骨折しんくてよかったっすよ。本当によかった。俺めっちゃ痛かったんで、怖いやっと待ったかなと思って。せーの、離れた、もうちょい、せーの、大丈夫だ。せーの、入っちゃった。ちょっと、エンジン腰が入っちゃった。うわ、離れてた。ちょっと、ひびったね。うわ、結構ひどいな。あ、本当だね、多分ひびだね。エンジン大丈夫かな。いや、上げたほうがいいんじゃん。あ、今、車のトレーラー。あ、マジごめん、本当にごめん。本当にすいません。はい、はい、ストップ。ちょっと、もう、はい、はい、せーの、もう行った。せーの、やばいよ、ひろやん。わー、わー、すごい。わー、行かない、はい、下がぐちゃぐちゃだ。いや、思ったより近かったよね、もうそれを思った時は。止まっとると思う、もう。ああ、そうか、進んでると思う。だけど進んでると思う。僕はスローモーションで、あ、すいません。必死にハンドルは切っとるけど、だけど、アクセル開けたらみたいな。あと体重だけで、そうそうそう。だから、すごい。これ名誉の負傷ならんよな。ゴルフができるわ。大丈夫、片手でも大丈夫。片足片足でも大丈夫。あ、ありがとう。はい、お願いします。サンドイッチ。ゆっくり行ったらもう力が来ちゃうもんで、もう最初からバーンっていかない。かっこいい、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 なんか座っていいの？座っていいよ。で、座って。冷たい。いやー。座るのもええよ。こっからだよ。冷たい。気をつけてよ、まず。てかちゃん。心配だわ。マジで。手離してよ。やめて。手離していいんですか？そう。で、こっからだな。ぐっと、かかるもんで。左足を立ててない左足を手前に入れて、こうしてあげる、こうしてあげる、あれ入ってない。うわ、そうでも先端なさと進んでくれて、もう出発しますよね、これ。え、これどこ踏んでいいんですか。ね、すいません、いいですか、ありがとうございます。まだうわ、お前マジで落とさないでくれ。オッケー。そう。うまい。おー、ちょっと粘って。よし、こい。おー、いけそう、めっちゃ。
た。ミオジェットマジでやだ。あ、いいね、いいね。社長、社長、だからもう一回、私のほうが違うんだって、はい、俺映っても誰、はい、誰あの人ってなるって。大丈夫ですよ、もう、はい、やばい、足上げてる。どこにあるか分からんじゃん。終わったやん。もう沈んじゃうよ。うん、潜れる人がいないと終わりでしょ。え、手で持ってなかったの？音だけど、ちげえじゃん。携帯なくなっちゃいました。サンオちゃんウェイクボードパーだわ。やっちゃったな。じゃあ携帯を落とした社長はこちらでさよならですけど、携帯落としたのでサンプロマックスします。仕事が出てくるわ。またね。じゃあ大丈夫ですか。本当にめっちゃ晴れてますよ。あ、なんか来た、また。めっちゃ晴れてるし、傷もできてますよ。どれ？もうなんかそのピーって。確かに。小島君でもそんなカツノブ怖いし怖いしって言うけど、で一切電話かかってくるなんとカツノブロスになるよ。そうだよ。電話かかってこんじ心配になるもん。不思議なこと。この二人はもうなんか呪いかのようになんかロスにかかっちゃってますからね。まだ多分まだそこまでない。俺が家でそわ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 しとるとさ、うちの彼女がさ、あんたかっちゃんに電話しやって言って、かっちゃんに電話がないでそわそわそわしてるんでしょって。本当にそうだよね。家にこもる時もあるし、あいつだって俺もうカツノブから連絡ないと普通に家にずっとこもっとれるもん最近な、俺もそうだよ、ずっとこもっとるよ。じゃあ私ここで。ここに当たったら。じゃあ気をつけてね。はい、ありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございました。気をつけて。